イタズバチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。というわけで WBC とても盛り上がっております。皆さん WBC 見ておられますでしょうか。こちら分かりますか。これペッパーミル、たっちゃんペッパーミルとサムライジャパンペッパーミル、カウンターに置いております。まあこれに関してはおまけの部分でたっぷりとお話をしていきたいと思います。こちらに並んでおります福島県の朝霞蒸留所に関しての動画になります。で、こちらですね、シングルモルト朝霞のカベルネソービニオンカスクリザーブ、こちらの方がですね、入荷をしてまいりました。というかウイスキーアドバイザーが朝霞蒸留所にお邪魔をいたしまして買ってまいりました。こちらの方テイスティングをしていきたいと思うんですけど、テイスティングと一緒にですねウイスキーアドバイザーが朝霞蒸留所に行ったお話も交えながら進めていきたいと思います。朝霞蒸留所に関しては過去いろいろ動画を上げさせていただいてまして、まあ、直近でしたらアンドフォーですね、ワールドブレンデッドウイスキーの定番が出たというところで、あと昨年はワールドウイスキーアワードの世界最優秀を受賞したシェリーウッドリザーブなんかもご紹介をさせていただきましたし、朝霞ザファースト、そして朝霞ザファーストのピーテッド、こちらの方もご紹介をさせていただきました。で今回のカベルネソービニオンは2018年に朝霞で蒸留されたモルト原酒をナパバレーのカベルネソービニオンの樽で追熟をした一本でございまして、 700ml でアルコール度数が 62% ということで、カスクストレングス、価格の方が1万4000から1万5000ぐらいの間で販売をされています。まずテイスティングする前に朝霞蒸留所のことをざっくりとお話をさせていただきますと、福島県の郡山市の笹の川という地名にある笹の川酒造ということで、酒蔵ですね、創業は明和2年ということで、西暦の1765年なので250年以上前に創業されています。でウイスキー事業に関しては1983年にチェリーウイスキーというのを発売をされて、それが非常に売れたということで、自社で蒸留されたものではなくて海外原酒を自社で熟成をされたものということなんですね。で2015年に250年の記念事業の一環として朝霞蒸留所を立ち上げられたという経緯がございます。笹の川酒造さんといえばですね、何度も動画にはさせていただいてるんですけど、あの羽生蒸留所の原酒を預かって、それが後にイチローズモルトになり世界で認められたという、笹の川酒造がないとイチローズモルトはなかったと言っても過言ではないぐらいの関係性を持ってる蒸留所ということでございます。ということでウイスキーアドバイザーは、東日本パスで東北行ってきてんな。岩手県に2泊、盛岡に2泊をしてて、まあ、その時にあの盛岡の滝沢にあるリモーネさんというあのウイスキーで有名な、そうそうそう、パスタとウイスキーのお店に行ってまいりまして、楽しい時間を過ごしまして、お世話になりまして、当チャンネルもご覧いただいてるということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。恐縮でございます。そしてお世話になりました。また帰りますということで、お色の方こんな感じでございまして、ワインで、追熟されてるということで若干赤みがかった琥珀色、ちょっとマホガニっぽい感じのお色でございます。カスクストレングスなんですけど、アルコールの刺激臭あんまりないよな。フルーティー、これ朝霞あるあるで、朝霞ってどれも度数高いね、嫌な感じが一番ないよな。まあ朝霞の特徴といえばよく言うんですけども、まあフルーティーなボトルが多いですね、全般的に。これもやはりフルーティー、なおかつワインカスクということで追熟ということで、やっぱり香りからとてもフルーティーで、赤い果実系のほんの少しの柑橘、そしてやっぱフルーティーな香り、甘い香りもあります。あ、うまい、うまいな。ベリー全開っす。ベリーな感じ全開、フルーティー、赤いフルーツ。いやこれ62度を感じささへんね。あーでも今初めてこうやってちゃんとテイスティンググラスでテイスティングしたけど、やっぱりすごいな。プラカップでも十分すごかったから、とてもスムース、余韻がめちゃめちゃフルーティーやな。これ若干やけど桃ないか、これ余韻に。俺今ものすごい黄色い桃感じたけど、桃はちょっと要検証かな。よ、いやちょっと待って、やっぱり桃感じるぞ。今日は俺はそれ拾えへん。喉の奥とか鼻から抜けるのが桃やねんけど、加水で飲んでみたいと思います。赤系全開やけど桃はどうすか。いや赤はもちろんあんねんけど、赤系な果実に桃、加水するとさらにそこに甘さが加わってくるんで、あんま連呼した計算捕まるとダメだこれうまいな。
ちなみに蒸留所でこれ飲んでんねんな。そう、ビスカドバイザーは蒸留所で先にいただいてまして、ただテイスティンググラスではなかったということでプラカップで飲んでまして、まあ、テイスティンググラスで飲むとさらに滑らかになるんちゃう、スムースな感じでな、香りの開き方が半端じゃない。まあ、ちなみに朝霞蒸留所ビスカドバイザー行ってきまして、当然ながら動画は撮っておりません。画像は撮ってるよな、写真は。まあ気になったのがこの&4 マリッジタンク、1万リットルのマリッジタンクがあるということでこの動画の時にご説明をさせていただいたんですけど、それ見てきたよな。めちゃくちゃでかかったよ。画像はこんな感じでここに出しておきます。写真ではこれいまいち分からへんねん。マリッジタンクは見た、なんかあのちゃんと横に置いてあるはしごを登らせてもらって、うん、中をちょっと覗かせてもらって、うん、迫力のある景色というかと、まだボトリングされてない&4 の香りっていうのをしっかりノージングして、まあもちろん蒸留所内でマスクはしてたけど、マスク越しですごい素晴らしい香りが立ち込めてきたのと、この香りなんかこの&4 よりも樽の香り強かったんじゃねみたいな感じはちょっとあって、これからまたバッチ追うごとに味が変わっていくのかなと考えると、そこもまた楽しみですね。あのまるでおでんのように、おでんのように味が次足し次足しで。そうそうそう、ただ&4 はやっぱりこれうまいわ。これめちゃくちゃいい、うん、めちゃくちゃいい。ハイボール最高。そう、ハイボール最高。ロックでも飲んでみたいと思います。わあうまい、冷やされてもうまいな。やっぱり過去に飲んだワインカスク系の中でなんか俺一番、うん、俺もこれは一に争うかもかな、うん、すごくいい。いやな、朝霞原酒とワインダル系の要素がすごい見事に絡み合ってて、長浜蒸留所の原酒とワインダルっていうのはすごい相性がいいみたいな話をしたけど、これはもうさらにやな、俺は過去一かもしれんわ、このワインダル系のもので。めちゃめちゃうまいです。この一本はすごい。カスクストレングスやけどもシングルカスクではないやな、ブレンドしてないな、うん、ということです。あの樽の番号ちゃんと書いてある。もうこの度数高いのがいいな、凝縮感があって、であの氷入れても加水しても度数が高いんで美味しさそのまま。でこの朝霞の度数に関してはちょっと向こうで聞いたのが、もともと熟成の環境として何年か熟成をさせてもアルコールの度数が残ると。なるほど。なんか水ばっかり持っていかれるっていう環境。桜尾の戸河内熟成庫飛んでるな、あそこも結構似たような。っていうことは、まあ温度が一定、湿度がある程度、朝霞蒸留所さんのパンフレットなんですけど、風の蒸留所っていう風なタイトルになってるんですけども、この郡山の盆地やね、盆地ですごい風が吹く、その風が吹く環境が熟成にとてもいい影響を及ぼしてるということはホームページ見てもそれは書いてあったんで、結構それは関係してるのかもしれない。でまあ夏でも気温が上がりすぎないというところ、トンネルの熟成の環境とはまた違う、まあ、エンジェルツヤとしては年間およそ 5% 程度と、ちょうどいい数字なんだ。そんな真夏もめちゃめちゃ暑ならへんやろな、盆地と言いながら。京都とはちゃうか、まあ京都のせやな、京都の盆地とはもうだいぶちゃうやな、はい、3年とか4年とか熟成してその度数ってことはもうほんまほぼほぼアルコールが飛んでないわけっていうことやね。原酒の厚みが残りやすいっていうことだな。当バーの持ってるボトル全部まだ動画にしてないんですよね、実はね。ここにも今年の江戸ボトル、このうさぎの江戸ボトルも実はまだやってなくて、ジェイズバーさんのオリジナル、これがウイスキークルーの朝霞さんということで、この2つはまだ動画にしてなくて、あとは全部動画に、なのでまたこれちょっと改めて別の動画でさせていただきたいと思います。はい、ということでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。冒頭にも言いましたペッパーミル、ペッパーミルがめちゃくちゃ脚光浴びる状況になっておりまして、まあそれに乗っかろうということでね、私自作でたっちゃんペッパーミルっていうのを作りましてね、でサムライジャパンペッパーミルっていうのもこれ作ったんですよ。でこれを実はツイッターで3日ほど前にツイッターに上げたら、その日の夜にですね某テレビ局からメッセージいただきまして、でその画像を使わせていただけませんかというメッセージいただきました。まあどうぞどうぞ使ってくださいということで、どこで使われたのかはちょっと分かんないんですけども、東京のもう全国ネットのあのテレビ局でございましてね、ヌートバーの特集とかそのあたりで使われたのかなというふうに思います。はい、ということで WBC がですね、これ今撮ってるのが火曜日でございまして、2日後にですね準々決勝、日本対イタリアがですね7時プレーボールやったっけ、行われるということでね、普通に考えたら勝てる相手なんですよね、イタリア。ただ今年というか今回のイタリアはもうメンバーが過去のイタリアとは全く違うチームに
なってまして、フレッチャーおるの、メジャーリーガーがほぼ全員占めてましてね、で監督があのマイク・ピアザということで、もう私大好きな、もう現役の時はあの野本とバッテリーを組んだあのマイク・ピアザということでね、私の大好きな選手の一人なんですけど、なんとしてもねこれを突破していただきたい。で突破する回はやっぱり村上君かなっていうふうに私は思ってるんですよ。ウイスキーアドバイザー、あのヤクルトファンでね、シーズンで打ったらもうそれでええわみたいなこと言うとるんですけど、お前そう思ってますかね。そらあかんがしっかり調整してもらって、あの我がタイガースのね、もう中野君と湯浅君はもう本当によく頑張ってましてね、あの頑張りすぎて燃え尽きてもらって、そうやね、もう燃え尽きんといてほしいな思いながらね、もういろんなすごい有名選手の中でね、ほんまにもうヒヤヒヤして見てるんですわ。特に中野君、もうボール飛んだら頼むで頼むでって、もうそもそも今年あのセカンドにコンパートされるんですけど、ずっとショートってね、日本代表のショートですわ、源田さんがねもう怪我してしもってね、あのこのままずっと中野君が出るということでね、皆さんにご迷惑のかからん程度にね頑張っていただきたいなというふうにも思いますし、ヌートバー、そして大谷のこの2人のねパワーがすごい。俺さ、時間の経過とともにどんどんなんかそっちの話かい、黒蜜とかシロップとかなんか香りがやばいことになっていってんねんけど、でこれもだって残りがかな、めっちゃ黒蜜よ、だからもう過去一やって、イタリア、イタリアでフォンテ、まあ、ちなみにあのイタリアに、イタリアのチームの特徴特色としてはですね、みんなヒゲ生やしてるらしいですわ。なんか知らんけど、だってイタリアの人ってヒゲ生やしてる、ユニフォームの着こなしがおしゃれらしいです。まあその辺ちょっと注目して見たらどうかなと。イタリア対日本ってさ、もうあのカルチョやったら完全に歯が立たへん。完全歯が立たへん。サッカーやったらもう完全に歯が立たへん。もうなあの何点取られるかなみたいな、あのもうワールドカップのドイツとかスペインみたいな感じで。もうよくて引き分けかみたいなところやけど。うん、これは無理やわと思うカードやもん。なんとしても勝っていただきたいね。なんとしても。映ってへんけど、俺が着てる服見てもさ、微妙にこうイタリアに縁があるやんか、俺ってイタリアな服着とるのっす、なんかね、ちょっと複雑なんですね、今回イタリア好きなんですよ、フェラーリ F1 ファンですし、うん、まあ、そうやな、なんかいやいや、まあさすがに日本応援しますけどね、やっぱりね、ダルビッシュがみんなの支えになってるなっていうのはね、あと見てて思うな、ダルビッシュの一言一言が重いというか、すごくいいことを言う、エラー一つしてもそれがあなたの人生にはそんな関わらへんやろみたいな話こと言いよるわけや、あれは気楽になんで、中野君は気楽になってると思う、村上も今言ったんだけどシーズンには関係ないといやいや、まあ辛そうやけど、 YouTube にね結構ダルビッシュのインタビューとかね結構いっぱい出てきてて、高木豊さんの YouTube チャンネルにねダルビッシュのインタビューずっとこの今回日本に帰ってきてあの喋ってるんですけどね、それもねぜひ野球ファンの方ならね見てほしい、なるほどなというところをね言うてはりますわ、あの詳しく言うとねまた長なってしまうんでね、あのピッチングに関しての彼の考え方とかもすごいなとあの思いましたね、ということで木曜日イタリア戦勝ってほしいですね、はい、ということでおしまい。